ハローめぐっぺです。さて今日4月23日は先日の収録でも紹介していた通り英語の日です。めぐっぺが勝手に言っているわけではなく国連が設定した英語の日なんですね。はい、4月23日が選ばれた理由としては英語の基礎を作ったとされるシェイクスピアにあやかってということなんですけども、詳しい情報については先日の収録を参考にしてください。はい、でめぐぺ今これから何をしたいかというと、英語の基礎を作ったのはシェイクスピア以外にはいないのかっていうね、そこを深掘りしたいなと思ったんですよ。はい、ということで今回は英語の基礎を作った人を深掘りします。ではちょっと音楽を変えてやっていきたいと思いますよ。はい、では今回は英語の基礎を作った人調べます。はい、まずは普通に検索しようかな。まずは普通に英語の基礎を作った人で検索しましょう。はい、英語の、あ、ちょっと待って、これじゃないな。英語の基礎を作った人、英語の基礎を作った人よ。はい、まあ民族大移動とかそういう英語っていう言葉自体が誰のところからどう出てきたかってそういう話は今回は置いといて、我々が今使ってる英語の基礎になったところね、基礎になっているものを作った人を探します。で、英語の基礎は18世紀半ばに英文法を作り出したロバート・ロースかな。ロバートは R-O-B-E-R-T、 ロースは L-O-W-T-H によって作られました。はい、ロバート・ロースですね。じゃあ今回はロバート・ロース深掘りしよう。はい、じゃあロバート・ロースコピペしたらいいかな。ロバート・ロースをコピペしよう。コピペして、よいしょ、ん、ロバート・ロースを検索すると、はい、1710年11月27日生まれ、イギリス・ハンプシャーですね。で、1787年11月3日イギリスロンドンで没ということになっています。はい、めぐっぺ今ロバート・ロースの画像を見ていますけども、まあ大体どれも同じかな、同じ画像が使われている感じですかね。はい、まあいでたちとしては昔のイギリス紳士に多いちょっと首元もギツギツになった、詰まった感じの白いシャツに茶色じゃない黒ですね、黒のベストみたいなのを着てるですね。袖がすごい、昔のシャツって袖がすごいふわっと大きいですね、これね。まああの髪型としてはそんなに短髪でもない感じですね。比較的長め、首の辺まで長い感じの髪の毛で、ふわふわっとした感じの髪型になってますけど、これはカツラではないのかな、当時かぶってたカツラなのかな、どうなんだろう。はい、わかりませんが、入れたてとしてはそんな感じです。はい、気になった人はロバート・ロースで検索してみて検索してもらうと一番話が早いかもしれないですね。はい、で、ロバート・ロースで、ちょっとどんな人かというと、これはウィキペディアですね。ウィキペディア情報だと、ロバート・ロース was a bishop of the Church of England, Oxford professorOf poetry and the author of one of the most influential textbooks of English grammar ということですね。はい、なので、ロバート・ロースはイギリス国教会の司教
オックスフォード大学のポエトリー史教授であり、最も影響力のある英文法の教科書の一つの著者でした。英文法の本を書いた人なんですね。はい。で、辞書というかグラマーの本についての内容、あ、ここか、はい。 Work on English Grammar で、 Loss is also なんで、まあ他にも何か貢献してたみたいなんですけど、今回は English Grammar にフォーカスします。で、also remembered for his publication in 1762 of A Short Introduction to English Grammar, prompted by the absence of simple and pedagogical grammar textbooks in his day, Lowes set out to remedy the situation. Lowes's grammar is a source of many of the prescriptive symbolisms.They are studied in schools and establish him as the first of a long line of usage commentators who judge the English language in addition to describing it. OK. じゃあまず最初はここですね。ロースは1762年に出版した英語文法への短い入門 A Short Introduction to English Grammar で知られています。で、prompted by the absence of simple and pedagogical grammar textbooks、まあ、当時シンプルで教育的な文法教科書が存在しなかったことをきっかけに、ロースは状況を改善することに着手したということなんですね。なかったんですね。じゃあなかったら作ればいいじゃないっていうね、なんとも前向きな心構えだったという、そんな感じでしょうか。はい。で、その Lowes's grammar is a source of many of the prescriptive shibboleths. これもあまり聞いたことない単語ですけども。That are studied in schools and establish him as the first of a long line of usage commentators who judge the English language in addition to describing it. これちょっと長い文章なんですけども。Lowes の文法は、学校で勉強される多くの規範的な難解さの源であり、はい、なんだね、英語の文法を習うと難しいなと感じることは多々あると思うんですが、まあ、その元になっているってそういうことですかね。英語を説明するだけではなく、英語を判断する長い用法、A long line of ですね、用法解説者の第一人者として、確立したということですね。このロースの文法がね、ロースの書いたその本が、まあそういう風にしていたみたいな、そういうことでしょうかね。はい。ではここでちょびっとこの A Short Introduction to English Grammar の本を見てみよう。よいしょ、これも検索しよう。検索、あ、間違えた。これか。OK。検索してみよう。OK。で、A Short Introduction to English Grammar の本、あ、ちょっとあるかな、これかな、これですかね、はい、これだな、これですね、A Short Introduction to English Grammar、はい、本、実際の本があるね、ありますね、これ結構なんか古い本にしては結構手が込んでる感じですけど、何版目だろうな。まあ、最初に出版されたのは1762年ということですけども、一番最後のとこまではちょっと一気には出ないかな。 OK ですね。比較的、まあ何版もされて今に至るまでいろんな版が出てきているようではあるけども、これで 何年頃だろうな。結構そうですね、古い紙の本の感じしますけどね。 A Short Introduction to English Grammar. A grammar, grammar is the art of rightly expressing. どういうこと？なんだ、our thoughts by words. Grammar in general or
Universal Grammar explains the principles which are common to all languages. ということで、ちょっと部分的に単語の綴りがちょっと分かりづらいんですけども、グラマーは、アートだみたいなことが書いてありますね。我々の言葉を、我々の気持ち、thought、考えを言葉で表現できるアートだみたいな、そういうことですかね。これ今最初のとこなんですけどね、grammar in general、 まあ一般的にグラマーっていうのは or universal grammar、 まあユニバーサルなグラマーは explain the principles which are common to all language、 まあ全ての言語に共通している、まあ、規則みたいなものを説明するってそういうことですかねっていう、まあ最初はその説明書きから入ってる感じですかね。 The grammar of any particular language as the English grammar applies those common principles of, to that particular language みたいな、まあそんな感じの文章が書いてあるんですけど、まあ、部分的に今とちょっとなんだろう、文字がね、文字半なんだろう、半の文字が今とはちょっと違う感じで書いてあるので気持ち読みづらさはありますけど、一応当時の本が読めるようではありますね。はい、ということで、時間になりましたが、英語の基礎を作ったのは、まあね、英文法を作ったロバート・ロースという人がいたということが今日は分かりましたね。はい、ということで以上、めぐっぺでした。興味のある方はチェックしてみてね。またね。